今日は皆さんご参加くださいましてありがとうございました。本当に最初はこんな大規模な感じでやるつもりはなく、昨年山田先生に来ていただいて、小さなオーガニックのカフェでママを集めてお茶会っていうかランチ会をやったんですけれども、まあなんかもっともっといろんな方に来ていただきたいということで、今回は福島みずほさんと小山田智美さんにも来ていただいて、TPP はもちろんそれ以外のもう TPP ってでもいろんなところに関係してくると思うんですけど、生活に密着してますので、それで皆さんの疑問をぶつけていただいて答えていただきたいと思って、この会を開きました。今日はすいません、拙い司会ですけどよろしくお願いいたします。ではまずゲストの参加者に順番に TPP の中でご自分でこれが一番問題じゃないか危険じゃないかって思っていることがありましたら、3分から5分の範囲で順番にお願いしたいと思います。じゃあまずそちらの方から小山田さんからお願いします。皆さんはじめまして、小山田智美と申します。私は普段は食育インストラクターとして地元の小学校や PTA に呼ばれた時に学校で講演をしたり、保育園とか幼稚園のお母さんたちに対して、食の安全ですね、そちらも食って本当に範囲が広いんですけれども、そういう話をさせていただいてます。やはり一番そうですね、子どもたちが食べているもので危険だなっていうふうに思ったものが、やっぱり遺伝子組み換え食品なんですよね。で、皆さん多分意識の高い方がいらっしゃ多いと思うので、スーパーで裏を見て遺伝子組み換えではないっていう食品を買っていただいていると思います。ただこれ例外があるってことはご存知でしょうか。表示がされていなくても実は遺伝子組み換えも使われているっていうものがほとんどなんですね。特にお子さんが召し上がるお菓子やジュースやアイスがほぼもう遺伝子組み換えであるというふうに思っていただいて、間違いがないものです。ですが今後 TPP がもし施行された、入った場合ですね、実行された場合、もうこの遺伝子組み換えではないっていう表示すらもうされなくなってくるしまいます。これは確実にそうなります。というのはアメリカの方で、去年ですね、モンサント法っていうふうに言われているダーク法案がもう通りました。会議通りました。お次に上院でもう可決が多分されると思うんですけれども、そこではもう遺伝子組み換えの表示はもう州で例えば表示義務が法案が通ったとしても、もう国全体でそれはNG っていうことで、もう全く表示がされなくなってしまいます。もうおそらく TPP が入ると日本をアメリカに準ずるということで、もう全く表示がされなくなります。で同じように医療品ですね、お薬の今まで成分っていうものがやはり添付文書っていうものがあるんですけれども、それも、ネットでダウンロードできますので、大体次の名前が分かれば全てのもの成分というものが検索できるような状態なんですよね。それも今後もし表示がされなくなってくるってなると、もう私たちが食べるものもそうですし、薬ですね、全て、ワクチンもそうですけれども、全てがもう実態が分からないものがどんどん入ってくるっていうところが、それも一番怖いなっていうところですね。私もやっぱり子供が3人いまして、まだ子育てが長かったので、やっぱり食の安全と医療ですね、こちらにの関心というのはものすごく強いので、何としても TPP は出なきゃいけないっていうところで、中立中ね、私もお話しさせていただいている状態があります。もう何度も2回ぐらい繰り返しましたんですけども、やっぱりなかなかちょっと分かりにくい
ので今日は勉強させていただきたいと思うのでよろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。なんか世知辛い国会に来ているので子供の声が聞こえるとなんか癒されてほっとするわっていうか、ようこそ来てください。またこういうことで議論ができることはとても嬉しく思っています。私も山田さんの山田先生のそのノリ弁の表紙の、読み大体文書がそうなってるんだとかいうことは分かりました。でやっぱり TPP、突拍子もないプランとかね、簡単に言うパートナーシップ予定ですが、やはりやっぱり日本の農業が壊れるということはとてもあると思います。ご存知っていうか国会決議を完璧に無視していますし、日本の農業自給率がますます低くなると思うんですね。それと2点目は今食べ物の安全のことを遺伝子組み換え食品のことを山田さんおっしゃったんですが、TPP は農業だけの問題ではないっていうのがあります。社会保障制度もそうですし、私は TPP ってアメリカの企業とそれからグローバル企業に売り飛ばすものだというふうに思っています。で私は2011年12月にたまたまワシントン DC に行った時に労働組合アメリカ最大労組を訪問し TPP について議論をしました。でその時点でまだ公表してないか私たちは反対ですということなんですね。ですから TPP ってのは万国のグローバル企業を団結せよという話であって、いかなる国の働く人や生活者や子どもにとっていいものではないと。つまりその時言っていたのは自分たちが積み上げてきたさまざまなものがこれによって壊されるんじゃないか。アメリカは州に例えばアファーマティブアクション、女性やマイノリティを登用するためのいろんな制度を作ったり、州でももちろん最低賃金とか生活賃金条例とか上げたりとかいろんな取り組みをしています。でそれが、TPP に反するとして意外なところで、例えば地方 の、 調達などにも思わぬところで、それが雇用やいろんな点で、TPP に反するとして壊されるんじゃないかということを言っていました。でそれはその通りだと思っています。ISA 条項で要するに裁判を起こすことができると。でそれはそのアメリカの労働組合の幹部も言っていたんですが、 NGO や国民市民が訴えることができなくて大企業が訴えるんですよね。企業のみこれを訴えることができると。そうだとするとやっぱり企業の利害で大企業ですよね、で裁判が起こされるということです。ですからスティーブ・リッチさんのいろんな文章を読んでいて思ったんですが、というか安倍総理がスティーブ・リッチさんなどを呼んでですね消費税増税に切ってやるわけですが、彼は他にも重要なことをたくさん言っていて、アメリカにとっても TPP は意味がないとかですね、いろんなことを言ってるんですが、彼の発言の中でノーベル経済学受賞者なので、私もその時いろいろ読んだらですね、例えばマレーシアかシンガポールですか、注意ガムをペペペペペペと道路に入ってはいけないっていうのがアメリカの注意ガム会社にとって障壁になるんではないかっていう議論が起きたっていうので驚いて、つまりこちら側でいいことをしようと思ってやる、あるいは自治体における日本の調達もこれは TPP で問題にされるので、自治体によっては例えばワークライフバランスを実現しているところに調達をしよう、女性の活躍をしているところに公共調達は任せようとか言ってやってるところがあって、それがやっぱり壊されるとか、あと遺伝子組み換え食品も今の話だとしばらくは遺伝子組み換え食品の表示は変わらないという話もあったんですが、今の話でアメリカの通商部は遺伝子組み換え食品は表示する必要がないというのがずっと考え方なので、そうだとすると遺伝子組み換え食品の表示、例えば原産地表示や食べ物のことに関してそういうふうに日本がやることが障壁になるっていうことをですね言われて、裁判に起きるかもしれないということがとても大きな問題だと思います。で
裁判はこれ金額がバカ高いんですよね、負ければ。で、私は日本の企業は裁判に起こされるかもしれないっていうか、日本の行政もですね、裁判に起こされるかもしれないと思った途端にいろんなことをやめていっちゃうんじゃないか。つまり裁判って起きるまでわからないわけですから、自分たちがやっていることが裁判になるかもしれないと思ったら、そういうことをもうやらない、遺伝子組み換え商品の表示はしないとかという形で、とってもこう動いていくのではないかということを思っています。まあだからで、またちょっと監視社会ということに関して私は取り組んでいて、スノーデンさんがいろんなことを暴露したわけですが、そういう中でアメリカが、日本の経済産業部や大臣も含めてすさまじい情報を全部取っているということも明らかになったわけですが、その中で例えば日本の農水省がアメリカのチェリー、サクランボを輸入する、有名な話で小笠原みどりさんなどもおっしゃいますが、その輸入をすることに関してどうするかで、どうせ許可するんだからあんまりちゃんと検査しなくてもいいんじゃないかっていう議論をしているんですよね。それがまたどうかと思うが、アメリカからすればウィーやつらだと、どうせ許可されるんだったらちゃんと検査しなくてもいいって、要するに誰が立てつき誰が自分たちに従順かっていうのをこう分かるわけで、俺たち従順ですっていう話を役職しているのがまたアメリカに続けになっているっていうのも、なんか一体どういうことだと思うんですが、まあ、各々作用に一方で情報収集しながらアメリカのいろんな産業にとってマイナスになるようなことを潰していくでしょうし、それからちょっとさっき言ったアレステ情報で裁判が起きるかもしれないということそのものが問題になるだろうと。私は実は少子化男女共同参画担当大臣の時に、国レベルでぜひ公共調達を変えてほしいと、公共調達を変えれば公共調達を公共事業を受けたいから企業は変わるわけですよね。だから男女平等的なものをやってほしい。当時は財政法があって、お金でビジネスで安いところとかにやるべきなのに違うファクターを入れることは問題だとしていたんですが、少しずつ政府の公共調達も部分的に変わってきているんです。それも国レベル、地方レベルにおける、とりわけ地方ですよね、地方自治体が受注するときに全部、例えば英語で、英語とか国際語も出さないと商品だなんて言われるかねない。さっきのチューインガムの例がそうですが、意外なところから玉が飛んでくるっていうようなことがあるんではないかということを本当に心配しています。それは食べ物の安全や、それから国民皆保険やいろんなことを壊していくというふうに思っているので、食べ物の子どもたちや未来のためにも TPP が問題だっていうキャンペーンを一緒にやっていきたいと思います。今回 TPP の承認がまさに問題なんですね。でトランプさんもヒラリー・クリントンさんもバーニー・サンダースさんも反対でなので、ヒラリー・クリントンさんはもっと強化せよって言ってしまうかもしれないんですが、日本で大急ぎで承認する必要はなく、ぜひ、ママたちの発信力と電波力を駆使して、この TPP を今国会11月末までの臨時国会少し延長するかもしれませんが、承認する必要はないし、このノリ弁状態で情報開示しなくて審議できないでしょうという形でぜひ応援していただきたいと思います。参議院福島美空です。ちょっと何となくすいません、よろしくお願いします。福島先生とは本当にね、ずっとテレビの問題一緒に、まだ私が議員の時からやってきましたね。で、もう本当に熱心で、ね、真剣だし熱心なんですよ。今回の国会でなんとかこれをね、ぜひ阻止するようにすいません、ね、お願いしたい、ね、で、今日は本当にお母さんたちがこんなに集まって、こんなにお母さんたちと話すできるのも初めてなんです。それでやっぱり一番関心持ってるのはさっき言った皆さん、遺伝子組み換え食品がどうなるのか。で、政府は遺伝子組み換え食品について日本の国内法を変える必要はありませんって言ってますね。本当の国内法では遺伝子組み換え食品というのは原則輸入してはいけないんです。食品安全委員会が許可する、今聞かせ
するのである。そして国内法では遺伝子組み換え食品は 5% 5% 以上の混入がない場合は5% 以上の混入している場合は必ず表示しなければいけない国内法で、それは変わることはないから大丈夫だと言っています。ところが TPP 協定、これはノリ弁ですが6300ページあるんです。で、これくらいの量ですかね、これくらいですか、5枚やりましたけど、すごいものです。これは英語原文であって、政府が訳したのは1800ページなんです。あとは全部ノリ弁です。これはね、で、その中にこう読んでいきますと、実は遺伝子組み換え食品について第2章、第3章まであるんです。第2章に詳しく書かれていました。で、どのように書かれてあるかというと、いわゆる育種とか選抜とか従来やってきた品種改良ではなく、いわゆるバイオテクノロジーによる新しい品種による農産物、もしくは魚製品と書いてあります。これはね、で、魚というと我々は鮭、キングサーモンにウナギかウツボの遺伝子を組み入れて、で、クランケンフィッシュっていう鮭の大きな鮭の4倍ぐらいですかね。で、アメリカではまさにクランケンフィッシュといって科学者もこれが自然界に放たれたら大変なことだと言ってるんですが、それは去年 FDA でアメリカではそれが安全であるという認められて、今今年から流通にされています。で、遺伝子組み換えの小麦なんですよ。今まで小麦って聞いたことないんですよ、遺伝子組み換えで。で、それを私も遺伝子の問題とか今までアメリカに何度も行ってきました。で、ただアメリカはトウモロコシ、大豆はやってるけど、なぜ小麦や遺伝子組み換えでやらないのかっていうお話したら、その時に言ったのが、人間が小麦は食べるもん、トウモロコシと大豆は家畜が食べるもんだから、小麦だけはやらないって言ってたんです。それが去年アメリカに行った時に、全米小麦協会の労使会長が、いよいよアメリカで小麦を始めますと遺伝子組み換えで、アメリカでも非常に抵抗が多いので、とりあえず日本に輸出しようと思って。そう言ってるんですよ。大変なことですよ。で、それにそのまさにこれについて TPP 協定の第2章の24条にこう書いてあります。遺伝子組み換え食品について貿易を回避したり、輸入することを回避したり避けたり、そしてその遺伝子組み換え食品について新規承認について促進すると、促進しなければ TPP 協定違反、いわゆる遺伝子組み換え食品の鮭とか小麦を入れなければ日本はこの TPP 協定に反するから、これによって ISD 条項で何兆円というアメリカの法制も訴えられるというので、そういう恐れがある。それがはっきり TPP 協定の原文に書いてあるんです。政府役にもそのようにきちんと書かれます。ぜひ政府役を読んでいただきたい。そうするといよいよ遺伝子組み換え食品がどんどん増えてきます。しかし食品安全委員会がこれは人体に危険を与えるといったら入らないんです。しかしどうですか、今の食品安全委員会は
信頼できますか。実は私は食品安全委員会の担当大臣だったんですね。で正直言って農水省の役人が事務局長を閉めてちょっと農水省の職務位置みたいなところがあるので、ですから BSE の時もそうだったけど、他の職あまりで食品安全委員会の中身を本当変える必要はあると思いますよね。確かにそうですね。食品安全委員会に私が元大臣やってましたから聞いてみました。遺伝子組み換え食品についてどう思ってるのかと聞いてました。安全です。そうなると必ず入ってきますよね、これね。で、ちなみに WTO とこのガイドラインの食品で遺伝子組み換え食品は安全であるという協会である。ですから、じゃあこれからどんどん朝の食卓に鮭にその有料とか中産の大量に入ってきてしまうわけですよね。でその時、先ほど小山田さんが言った表示が、今日本では表示が義務付けされています。で表示がなくなる、小山田さんは言い切ってくれました。実は私もそう、表示っていうのは国が表示しなければならないっていう法律で義務付けしてます。法律でこれは定期提供税の第8章の7条強制規格っていうのが強制規格で、この強制規格、任意規格、適合性評価手続きっていうのがその第8章の7条に詳しく書かれていまして、それを読んでいきます。日本が例えば遺伝子組み換え食品は表示してはならない、あるいは表示しなければならないっていう法律を作るとしたら、これについては利害関係者、例えばモンさんなどの意見を聴取し、でその意見を考慮し、他の契約国、アメリカのものを入れて、その基準を作成すると。そうなると、モンサントにしてみれば、例えば遺伝子組み換えの社協を開発したアクエさんにしてみれば、遺伝子組み換え食品の小麦であるということが表示された日本人、ママさんたちみんな買わないですよね。買いにくいですよね。ただそれだけ売れないですよね。でそれだけ売れないとこれが貿易衝撃だっていう。でいわゆる新規承認について輸入を促進するとなっている TPP 協定17条にも違反するということです。でそうなるとどうなるんでしょうね。どう思います皆さんね。今までは法律の中身も水野先生たち国会で完全に決めるわけでした。ところがこれからはそれができなくて、アメリカのモンサントとかアメリカの ISDR の政府のものも入ってきて、日本と一緒にその表示したらいいのか表示したらいけないのかってのを決めるってことになった。当然のことながら遺伝子組み換え食品について表示してはならない、先ほど思いますが言ったアメリカで、ね、ダークボアで下院は通ってまだ上院待ちですから、もうそこでもうノン GM であるという表示もできないようなものです。これは遺伝子組み換え食品でありません、ね、ということもできなくなります。これが TPP 協定の遺伝子組み換え食品の中身ですね。でこれについて、でむしろ皆さん方から何かの意見ありませんかね。どうですか。
TPP に所属しておりまして、今年1月26日に第一次集約、先ほどうちにもお越しいただいたんですけれども、第二次集約がもう一応集約はもう8月末で終わってるんですけれども、10月7日に提出しますので、私が持っていくので、もういくつでもお願いしたいんですけれども、運転手組合食品、それこそ TPP が発行した今しかのチャンスがないんですね。で、ご家族の分もちょっと一応かけるのに日本語ついてるからでしたら、赤ちゃんの分も見かけますので、いくつでもお願いしたいと思いまして、よろしくお願いします。まあ、食品について、遺伝子組み換え食品も大変なんですが、あ、他にもちろん TPP をさせないというのがあるんですけど、万が一、遺伝子組み換え食品の表示ができないとなっちゃった場合って、どうやって身を守ればいいのかとか、私の子供、市販のお菓子とか食べると、すぐじんましんとか出てしまうので、添加物の遺伝子組み換えも全部ダメな子供が一人いるんですけど、その子を、まあ、自分で作ればいいっていうのはあるんですけど、食べるものなくなってしまうので生活に関わってきてしまうので、とか、それに対抗するような運動っていうか、多分で危ないってことを証明したら禁止できるっていう流れになるってことですよね。それしか道はないっていう。他でしょうか。なのは遺伝子組み換え食品はノーじゃないですか。だから予防原則が厳しくて、実証を完璧にしなくても問題があり得る可能性があるっていうので EU はダメですよね。だけどアメリカはそれを認めている。だから2つあって、遺伝子組み換え食品が危険だっていうか危険な可能性があるんだったらやらないっていうことと、2つ目が表示の問題と両方、まあ、やる必要がありますよね。だけど遺伝子組み換え食品には問題あり、ある可能性があるからやめるべきだっていうキャンペーンも両方やらないと、ちょっとしばらくその立証がちょっと堂々巡りだったので、結構表示の問題で国会は頑張ってきたんですが、表示だけだとちょっと太刀打ちができなくなるっていうふうにも思っています。ちょうど遺伝子組み換えがアメリカで出てたのがちょうど1996年じゃないですか。そこからやはりアレルギーだったり、あと名称が急激にやっぱり出てきてデータが、それが、遺伝子組み換えが原因だっていう特定はちょっとない。他にも、ワクチンであったり要因があると思うので、ではできないんですけれども、もちろん大事なんだけれど、でもやっぱり遺伝子組み換え食品が問題だっていうキャンペーン、では問題があり得るでもいいと思うんですけどね。そこ浸透実はしないんですよ。だからちょっとその表示の問題にちょっと切り替えて、少なくとも遺伝子組み換え食品が安全という人と安全でない、危険だっていう、あれ不安だ、少なくとも消費者の選択権としての表示だけど 5% 以下だったら遺伝子組み換え食品でないっていう表示ができる問題とか、でも表示は 1% でも作っていたらやっぱり入れるべきだとか、ちょっと表示の問題でやってきたんですが、ただ TPP の問題と戦うためにはちょっとそもそも2つ、
遺伝子組み換え食品には問題もあり得るではないかって、ここもやらないとちょっと太刀打ちできないんじゃないかっていうことは、ちょっと表示だけだとなんかアメリカ表示しないのってなっちゃうと、それも負けちゃうので、その2つ両方やる必要があるんじゃないかと、ちょっと繰り返しですと思っています。あの遺伝子組み換え食品について、あ、どうぞ。ヨーロッパの方はその予防原則で頑張ってるっていう話だと思うんですけど、それはそこで続くと思っていいのか、ヨーロッパもアメリカに負けちゃう時来そうだなとか、バイエルンがモンサント買ったとかいうのもあると、ヨーロッパの方もだんだんそっちアメリカの方に寄ってきちゃったから、最悪ヨーロッパ行こうかなみたいな選択肢もなくなっちゃうんだなとか。ヨーロッパで、あの成長ホルモン入りの牛肉、成長ホルモンで、これでがんになりますよね。ほぼあのかなり科学的には立証されてきたと思うんだけど、ところがこれについてアメリカが成長ホルモン入りの牛肉をヨーロッパが EU が買わないのは、これは WTO 第2章1条2条違反だ、裁判したんです。ただ EU は負けたんです。で西まで行って負けて、でアメリカから報復関税かけられたんです。それでも EU は絶対に遺伝子組み換え、遺伝子組み換えじゃない、成長ホルモン使ってる牛肉とか豚肉は入れないんです。だからオーストラリアもヨーロッパ向けの牛肉には成長ホルモン一切使ってない。日本向けには無駄に使ってない。でアメリカからの牛肉には成長ホルモンを問題に使ってますよね、これは、ね、で先ほど言ったようにヨーロッパは遺伝子組み換え食品でも頑張ってます、これはね。しかし TPP 協定を本当に発行したら日本だけで頑張らないんですよ。これは遺伝子組み換えは本当に危険だから、ね、やめようと水尾さんがいくら頑張っても多数決で、国会が多数決で買ってもそれは TPP 協定違反によって、アメリカの企業からものすごいお金を払わなきゃいけないということになってしまうんです。これが怖いですね。でついでに食品の表示、この表示の問題というのは非常に大事なので、 TPP 協定でどうなっているかということをもう少し私から話してもらいたい。で今牛肉の話しました、これはね。で牛肉の表示ってのはトレサビリティ法案といって BSE の時に水野先生たちと一緒に作った法案です。これはね原画まだ渡せないな、それはね。でそういうアメリカでも同じように、アメリカの国産牛肉には国産であることの表示義務という法律があったんです。ところがね、カナダ、メキシコ、カナダ、メキシコの国にしてみれば、自分の国の国産の牛肉がアメリカに輸出されて、アメリカのスーパーで売るときに、どうしてもアメリカの国産の牛肉を買われてしまう。それは当然ですね。やっぱり自国のものを食べたいという思いがあるでしょう。で、これは貿易、消費期である。貿易を阻害している表示で、これはいわゆる貿易を促進する、言ってみれば WTO の規定第2章に反しているって言って訴えたんです。アメリカ政府もカナダ、メキシコ政府が、ただ負けたんですよ、アメリカ政府、去年11月。でアメリカ政府は牛肉の国産の表示義務の法律を廃止して、でアメリカでは今国産牛肉の表示ができなくなります。でこれ大変大事なことなんです。この WTO 協定の第2章の1条2条、これを実は TPP 協定の第8章の6条で今回順用しているんです。ということは日本も国際表示をすると、アメリカの体操とかアメリカの牛肉会社が、日本は成長ホルモンを使ってませんよ。
しかし日本の安全な軍力を買うということになって、ただアメリカも日本で国産の表示があればアメリカの牛肉は成長ホルモンによりは売れなくなる。これは貿易消費である。これは TPP 協定の第8章6条に反するとなったら、おそらくアメリカの牛肉の会社とか日本はやっぱり何千億何兆円という日本政府が賠償を求められることになると思います。これはね、TPP 検査所の面もらっても随分検討しました。で、そうなると結局我々は国産の表示ができなくなると。牛肉だけならいいけど豚肉もできなくなる。じゃああらゆるものが国産の表示できない。例えばブロッコリー、僕はカリフォルニアのブロッコリーの生産現場まで行きました。私の生まれたところの五島列島、そこにカリフォルニアからカリフラーゼからブロッコリー、ブロッコリーがでまだスーパー並んで2週間の生産でした。ところが地元産の元で作ったブロッコリーはたった3日で黄色くなるんです。おかしいなと思って、これ船で運ばれるんですよ、氷水で。日本に来るのに2週間かかって、それでも元に行ってもなお2週間先生はおかしいじゃないか、随分調べました。ところがね、何も出てこなかったんです。ちょうど子の先生が消費者委員会の大臣やって、先生にもいろいろお願いに行ったりして、原因は分かりませんでした。これはしかし、まあ、今考えてみれば何らかの食品添加物が入れられてたはずなんです。で、今回 TPP 協定では食品添加物を付属文書に、日米の付属文書と出てきたんです。それを見ると44種類の食品添加物についてはできるだけ速やかに日本政府は承認すると言ってます。約束してしまったんです。で、そうですね。で、まあ今話したように国産の表示ができなくなって、そしたら産地表示で、小山さん、産地表示はできると思います？だから産地表示をすると国産だって分かっちゃうから、それやらないと思うんですよ。それはだからすごく問題だって言われてますけど、福島県産、群馬県産、千葉県産、福岡県産みたいなのできないですよね。あと原材料表示もやれとかいうのも、それも国会ではやってるけれどなおさらできなくなっちゃう。で、産地表示についてね、TPP の第18条、知的財産権の消費、地理的表示って、詳しく書かれてました。で、そこにどのように書かれてあるかというと、いわゆる日常用語、その国の領域だから日本で、日常用語として使われる。その言葉でもってその品種を示すもの以外については表示できないと思います。私はこれはダメだと思いますね。はい、私は実は山田さんの、先生の本を読んで、要するに国産かどうかを表示することができなければ新潟産と言うと国産であることが明らかになるから、やっぱできなくなるんじゃないですか。っていうかすごいことになりますよね。すごいことになりますね。で、産地表示法で農水省は産地ブランドを推奨しています。で、学校給食法にもやっぱり産地表示法で目標なんですけれども、やはりうちの方を食べましょうというところで、これを指針として
作られているので、これも全て審査を各国もやはり同じ。そうですね。だからまあ本当に産地表示ができなくなった場合に産直の店ってあるでしょ。それどうなるんだろうか。どうなると思います、皆さん。まあ意見訴訟の弁護団とアメリカのトーマス加藤弁護士とスイスジネーブのサナ弁護士に日本に来てもらった時、産直の店がどうなるか勉強で検討しました。で結局あの食品の包装に関する付属書っていうのが出てきました。これね、でその中に商業的利益を考慮して、そして正当な目的に関する表示に食品の包装は限られるっていう条項はどういうことかというと、食品の包装において、ね、これは化学肥料を1回しか使ってません、農薬は撒いてません、そういう表示は商業的効力からした正当な目的に反する、それだけ売れなくなるからという形で必要な表示に限るというのは付属書でそういうところまで出てきました。でそうなると、いよいよ産直の店はどうなるんだろうかと、で、みんなで議論しました。最適な弁護士だ、弁護団だと思っています。面白かったです。で、最終的に、あの、トーマス加藤とアメリカの人、山田さん、それは日本の産直の店は、看板に、これは誰々さんのもので、農薬は使ってませんと。で、そういうことを書くことはできるけど、中の産直の店の一つ一つの放送についてはこれはできる違反になるねという結論でしたね。さまざまな生協はどこどこさんとかも農薬とか言ってるけれど、あれもできなくなったら全くあれですよね。でも国産、あの私は本読んだら国産地表示ができないんだったら理論的にあの新潟さんってなったら国産であることが分かるから結局できないっていうか訴えられる可能性がありますよね。そうすると今までのその原産地表示が一体っていうかあの、誰々さんが作っている安心な農薬の野菜ですかっていうのが成り立たなくなっちゃいますよね。生協活動もできなくなるんですよね。例えば有機ジャス認定とかあるじゃないですか。有機ジャスああいうのもやはり有機ってことは多分いいんじゃないってことはいいんじゃないですか。産地じゃないから有機についても定期協定にはあの条文の中に出てきます。で、その中で有機は有機で表示できるようになっているんです。ただしこれは12カ国加盟国で共通のオーガニックの表示だから日本だけがこれまでのようにあの日本は結構厳しい規制してたんですからね。そうなるとまあ、他の国においてオーガニックの規制がどうなのかいろいろなことがあって今までのように簡単にオーガニックの表示ができなくなるんじゃないかという心配をしています。あと皆さん学校給食はどうなるでしょうか。ここであの今食べ物の話たんですけれども、ちょっと私から質問させていただきたいんですけれども、あのワクチンとかお薬とか医療の問題なんですけれども、あのたまたま、まあですね、ワクチンがもう今何十種類もあるんですけれども、あのそれがあのもしかして TPP 通ってしまったらこう全部任意というか強制的になってしまうんじゃないかとか、まあ、あとその医療費とかあの、はい、そういったことであのぜひお願いしたいんですけれども。先生、はい、じゃあ
製薬会社が真っ先にああいう指定情報を使うんじゃないかと思っていて、製薬会社のロビストたちってすごいですよね。製薬会社の保険会社なの でジェネリック商品とかそういうものも近い、まあ、あと国民皆保険が、まあ、壊れていくんで、今でも自由診療制度で患者が申し出れば日本で認可されてない薬も使えるって法律が変わったんですが、これがもっともっと進んでいくと思っています。今先生がおっしゃったように必ず伝わってきますね。で今ニュージーランド、オーストラリア、そういうところの国民が6割から DPP に反対している。医療費が2倍から3倍になる。カナダの国民も今6割が反対しています。やっぱり医療費の問題が一番大きい。これはね、ペルー、チリにあたって国会議員が DPP 反対なんですよ。実はね、アメリカの圧力でやされていますけど、で、医療費が本当に DPP 協定では上がります。間違いなくね、大変なことになります。で、今でもね、今でもすごい医療費高いですよね。40兆円超えてます。超えてますよね。で、もう DPP 協定で医療費ってのは知的財産権の証と越境サービスの証といくつかの証にまたがってるんですよ。で、医療費が一番こう問題なのはジェネリック医薬品が作れなくなります。ジェネリック医薬品作れなく、完全に作れなくなるわけじゃないんですが、 DPP 協定よく読んでいきますと、まずデータ保護期間8年間から12年間創設されますね。で、その期間は絶対作れないわけです。じゃあ20年間の特許期間、この20年間の特許期間が終わった後どうなるかというと、今までは騒い薬品が例えばジェネリック薬品を作ろうと思ったら政府に届け出だけで作れたんですかって、でどんどん例えばアスピリンとかを本当に安くなってしまって、例えば子宮頸がんワクチンでも7万円するやつでも、本当は原価は100円かかってないんですよね。だからある意味ジェネリック医薬品になるともう何百分の1にも価格が落ちるんです。で、それで我々の健康が保たれているわけですけども、今回この政府が政府に届けるだけで勝手に作れなくなって、 TPP 協定では日本政府がアメリカのファイザーならファイザーにこの薬品を日本の沢井薬品が作ることになりますという通知をするんです。通知が義務付けられました。そうするとアメリカのファイザーは沢井製薬に今まで8万円もしたものが200円ぐらいで売り出されたら利益ありませんよね。だからなんとか止めようとします。で、止めようとするとき異議を申し上げます。沢井さんが作っているのはその内容の質において違いがある、成分において効能において違いがある、でいろんなことで異議を申し立てすることができます。この異議を申し立てするとその期間もちろんできません。高いままで今までのファイザーのままで8万円で売り続けることになります。それが私も調べていて気づいたんです。去年、行政福祉審査法の改正がありましたでしょう。あの時に、アメリカの製薬会社も、厚生労働大臣の医薬品の価格決定に対して、不服申し立て、行政福祉審査法にはできるようになってました。ということは、これで10年争えること、裁判で。で、さらに裁判で負けたら、ISD 条項って聞いたことあると思います。ニューヨークの、 責任仲裁センター違法者です。そこが最高裁判所の決定より上になっています。で、そうなるとそこに申し立てるとなったら、それは20年、30年さらにジェネリック医薬品が作れたとなると、事実上ジェネリック医薬品はなかなか簡単に作れなくなるんじゃないかというのが
私の紹介です。先生、タミ君が1畳7万円。7万円。そうですね。アメリカではタミフル1畳7万円で売られているんですけれども、タミフルって世界中の7割が日本が消費しているんですよね。だからもう全お薬の大体4割ぐらいが日本が消費しているんですよ。こんなに人口少ないのに世界中に比べて、まあ、そもそもなんかそこが問題というか、そもそもなんか医療費が4兆円を超えてるっていうこと自体がやはり問題だと私は思っているんですよね。はい、はい、ですか。はい、議論の人、私竹内まとめと申します。いろんなチャンネルでいろんな情報を聞いています。せっかくですから伺いますが、この、TPP にしても今の医薬品にしても、大きな力ねが今基調として入っていくことによっては確かに大事ですけども、原発含めてですね、大きな力が上から来てですね、ここで来ているということを知ってるだけなんですが、今先生方の具体的な情報としてそれが本当かな、つまり本当だと僕は思ってるんですけどね、給食の牛乳パンの導入が人口減らしというね情報と受け取ってるわけですね。あと薬、医薬品のタミフル含めてね、大きな力での日本の人口減らしということの利益がある上が資質があるという聞いてるんですが、全体的にね、原発含めて誰かが利益を得て、 TPP もね、だから未来資組み替えもなぜやろうとしているのか、そこには必ず利益が誰かですね、その誰かさんっていうのが上にいる中でということを聞かされてるんですが、あと発泡ビールあるいは具体的に今取り組まれちゃっていると聞くんですが、そんな面で今私言ってる上からのね、この力によって何もしょうがないやという立場であるのは本当かなと、本当ですということですよね。全体ですね、今薬についてもですね、そうであれば今ジェネリックの薬すらいらないと、薬自身がいらないという立場を持っているんですね。だから困らない自己防衛性、こんな立場を持っている意味で、さっきの上からの、ね、指令だとし、まあ戦いようがない、しょうがないです。あとは自己防衛する知識を得るかと思っている面で、先生だとどう思われますか。そう、結局なんか薬はリスクって、まあ後ろから言えばリスクっていうことで、お薬を飲むことによって病気が、まあ、でも確かに薬がどうかっていう議論はあるんだけれども、薬が必要な人もいるわけなの で実はジェネリック商品、医薬品って生活保護の人たちはむしろ安いジェネリック使いみたいなことをとても言われているっていう面もあるんですよ。ただ一方で著作権を持っているアメリカの製薬会社からすれば、安いもの使われたら困るってあるわけじゃないですか。だからやっぱりジェネリック医薬品をどう見るかっていうのはあるものの、製薬会社が著作権を持っていたら、それを同じようなことが分かっていても使えなくなる方が問題ですよね。実はこれ例えば HIV の薬など成分も分かっているから、アフリカなど、まあ貧しい国はお医者さんたちやいろんな人たちが、ちょっと早口になりますが、その HIV の薬を実は作って、売っているっていうのがあるんですね。だって成分はもう分かってるわけだから、命救いたいと高い医薬品買うお金がないので、ところがそれに対してアメリカの製薬会社はやめろと、著作権侵害してるって、まあ、ずっとやってきている。だから確かに研究費は使ってるけれど、巨大な製薬会社が独占をして、命を救えっていうところで、ジェネリックは確かに少し落ちるかもしれないけれど、命を救える面もあるわけじゃないですか。だからそういういろんな、それをどう評価するかは人によって様々だけれども、いろんな医薬品を作りたいとか、成分が分かってるんだったらもっと安価にみんなの命を救うために、医薬品もっと薬安くした方がいいんじゃないかっていうことが、この TPP によって著作権が強化をされてしまうので困難になるっていうことなんですよ。そうすると、金持ちしか薬を買えないっていう事態になってしまうので、それはやっぱり命を救えないでしょうっていうことなので TPP に反対してるんです。これさっきの遺伝子組み換えの面についてね、誰が利益を得ようとしてやってるんです。それはもう、日本の誰かなんですか、遺伝子組み換え食品会社です。
モンサントとかじゃないですか。その利益を、まあまあ、この TPP 協定にやろうとしている主役はアメリカの多国籍企業600社なんです。でね、まあそのご意見は別として、まあ医療の大事な話してるんで、もう少しちょっと医療の話を聞いていただければ。で、我々今結構国民健康保険とか医療保険、介護保険制度で医療を安く、例えば食べるにしたって風邪ひいても2000円ぐらいで今風邪ひいても病院で治療できたかな。ところがこれも少し高くなったよ、これはね。で、ところはアメリカではものすごく医療費が高いのをご存知ですよね。私の友達が酪農家アメリカに行って、ちょっと心筋梗塞になって一晩入院して薬だけだったんですよ。帰ってきて請求書見たら308万ですよ。包丁1回330万とか、そういう桁の違うんですね。で、そういう医療に日本もなってしまう。これが TPP 協定だと思っています。で、ことにことにそうですよね。非常に今ハーモニーっていう肺がんの薬、これは1錠8万円、これを年間使用しなきゃいけないんだけど、3500万かかる。そうすると10万人の患者がいたら、これは3兆4兆近くもないな。これだけで医療保険は破綻する。で、そうなるとこれから医療の保険で適用できない治療、いわゆる先端治療、それは民間医療保険、アフラクなどの保険が入っています。で、実際先端医療108種類ではもうアフラクが入っています。これがそうなると我々はお金を持ってないと高度な高い治療はできなくなるっていうことはもう身近に来ています。そして神奈川県では医療特区の中で株式会社の病院が初めて政府が認めました。近くアメリカの株式会社の病院が来るそうです。で、少し話させてもらえれば、一番分かりやすいのはニュージーランドなんです。ニュージーランドは20年前は病院が、あと私立の病院がなく、全部公立病院で医療費無料だったんです。ところがアメリカに言われて、医療費を抑えたんです。で、いや違うんですよ、ちょっと私は高いの記者会見に行ってこなくちゃいけなくて、ちょっと申し訳ない、ちょっと中佐をし12時10分から出勤して聞いているんですが、ちょっと途中で戻ってきます。戻って1時近くなるかもしれませんが戻るというので、大変これはこちらが先の戦略だったんですが、ちょっと申し訳ありません、ちょっとごめんなさい。医療保険にアフラックの話出たと思うんですけど、例えばその右の高額医療が増えてくると、まあ、みんな民間の医療保険を走ってそっちで賄うってなってくると思うんですけど、アメリカとか外資の保険はまあ嬉しいかもしれないですけど、日本の保険会社もあって、例えばそれによって支払う医療費が増えるわけじゃないですか。日本の保険会社さんが反対してるとかってことはないんですか？日本の保険会社さんはその高額医療が増えることについてどういう意味ですか？医療費たくさんの人が加入してくれるから儲かるって思ってるのか、いやいや医療費が増えちゃうからやめてほしいなと思って。まあ今のところ保険会社、まあ、それについてのコメントを出してませんよね。ただ考えてないっていうか、政府がはっきり言ってるのは国民皆保険制度、日本の公的保険制度は TPP 協定で守られたと説明した。
これは本当は間違いない。これはね、だから保険会社もみんな国民も国民健康保険は本当に守られたんだなと思うんです。ところが確かに金融サービスの証、越境サービスの証がこう書かれています。TPP 協定のね、国民のいわゆる社会保障制度に係る法律制度、社会保障に係る法律制度については政府も認める金融機関を除いては解放させないとなった。政府の認める金融機関を除いては競合させない。今までのいわゆる国民の公的医療保険制度は守りますというふうに読めるんです、ね、だから政府はそう説明し、今のところ国民も納得していると思います。ほとんどの国民が政府はそう説明してもらっています。ところがね、政府の認める金融機関を除いてはというんですが、アメリカでいうところの金融機関は保険会社、証券会社なんです。とアメリカのアフラックの保険会社は例外で認めますよと政府は言っている。条文上で実際に日米の交換文書の中に公的医療保険制度は見直しますと約束しています。付属者は交換文書は。ということは公的医療保険から民間医療保険に変わっていくということなんです。で例えばニュージーランドの例を先ほど申し上げました。20年前は全部無料で日本人が旅行してても20年前にただで病院で治療でしたなんだけどね。ところが今は1回ニュージーランドに行くと MRI1 回で7万円します。日本では700円です。で、なんでこうなったかというと、20年前に政府が医療予算、無料の医療予算を削減して、で、民間の医療機関を認めたんです。で、医療費が削減されたから、この MRI 受けようとした5ヶ月先、がんの手術しようとした2年先という形になります。で、そうなるとどうしても民間の病院に行かなきゃいけない。そのためには高いから民間のアメリカの医療保険を買わざるを得なくなった。ニュージーランド、国民。そしていつの間にか今まで の医療無料全部公立病院で入院も治療もできたっていう制度がなくなって、公立病院は独立行政法人に衣替えされて、アメリカの民間の医療株式会社に売られてしまった。で、まあ財産の取れないところは閉鎖。今ニュージーランドで無料で医療できる公立病院は2つだけ残っています。かって20年前は本当に誰でも安心して病気になれたのが、で、日本はこれから金を持ってないと高度な医療は受けられないっていう時代に入ります。 TPP でこれが、ね、で、そうなってくると日本の場合に難聴の皆さん交通事故を起こした時に自賠責保険と民間の医療保険ありますよね。東京海上火災自動車保険未成年と自賠責保険ってもう何も意味がないでしょう。で、実際年間11兆円か、いわゆるそれこそ財源としてまあ農農と官僚がそれぞれ出しているわけです。だからちょっと自賠責保険みたいな形に今の公的医療保険がなってしまう。我々治療を受けようとすると高い医療保険、今の3倍から5倍の民間の医療保険を買って受けられたわけです。しかしそれでも今アメリカで救急車で運ばれると救急車だけで1回20万円取られます。これやればで病院に救急で運ばれても、例えば孫さんのお父さんがちょっと大怪我して、で、まあ
病院入って塚本さんは民間の医療保険入ってた。しかしその民間の医療保険のではアフラックの同意がなければ手術できないんです。しかもね、それがアメリカの保険。医療ビジネス。私あの多分先生とはちょっと意見が分かれてしまうかもしれないんですけれども、はい、実際にその、はい、医療がなんか手厚い先生医療が手厚いっていうところがあの、まあ、本当に乳幼児も今ほとんど無料で医療が受けられるっていう、まあ、自治体によってしまいますけれども、大体中学生くらいまでは無料で医療費がかからないっていう、まあ、公的に導入されてるっていうところなんですけれども、そうすると簡単にちょっと風邪をひいただけでも病院に行ってお薬をもらうっていう、なんかちっちゃい頃からお薬漬けになってしまっていて、それが当たり前になってだんだんあの、ね、何かあれば病院にお薬へっていう、まあもうそれの蓄積で今の医療費が4兆円超えてるっていうふうに私はそう思ってるんですけれども、実際そのお薬が、まあ、タミフル1錠で名前になったら誰も買いますか行かないですよね、病院に。で実際じゃあタミフルって 何なのって言った時に、実際そのインフルエンザにはあのタミフルって一切効果ないとかっていうのを皆さん お母さんたち皆さん賢くあの学んで今いるんですよ。あの裏側じゃないですけれども、本当の実態みたいなことを皆さん本当に賢く子供を守るためにあの学んでいるお母さんが今多分ここにいらっしゃる方ってほとんど多いので、そういうお母さんを増やして薬に頼らない育児っていうのをやっぱり推進するっていうところも、あの一つね TPP 対 TPP っていう意味でも必要なのかなっていうふうに私は思ってるんですけれども、こちらのワクチンに関してもなんですけれどもね、それをお聞きしたかったんですけど、そのワクチンがあのうちはそんなに全部打たなくてもいいかなと思ってやってるんですけど、 TPP が通ってしまったらもうほぼ強制的になるっていうかもしれないっていうのをお聞きしたんですけど、どうなんでしょうか。TPP 協定の条文を我々が分析した中では、そのワクチンを接種しなきゃいけないっていう、そういうストレートな条項はないんですけども、それに関係するようなことは非常に出てきます。で、あのどのようなところでそう言えるかっていうと、例えば今日本で子宮頸がんワクチン、これはまあ当時私も国会でいた時に、あの厚生労働省民間企業がこれは効果があるかどうか分からないような答弁した代物なんです。で結構反対も最初からあったんですけど、で実際やってみるとあれだけの副作用を出ましたよね。大変な状況です。で今政府はそれを止めてます、中止してます。ところがあの製薬、日本向けに作った子宮頸がんワクチン、あのグラスミシャーかな、そこにしてみれば政府が今それを止めてるということが、これは莫大な期待した利益を失ってるわけです。例えば1兆円何兆円という規模になるかもしれません。だから TPP 協定があったら間違いなく ISD 条項に基づいてアメリカのあのグラクソ社かな、そこは日本の政府に何兆円っていう賠償請求を求めてきます。これね、でそうした時に今あの WHO か国連保健機構においても子宮頸がんあのワクチンは有効だから日本は早く再開しろと勧告しています。これはね、しかしこれはやらせたくないですよね。私は自分の子供にはやらせたくない。受ける個人が拒否できますか。今
今は止めてるって今おっしゃってましたけれども、実際には定期接種からは外れていませんので、今でも無償で打つことができるんですよ。政府の、厚労省からの積極的勧奨差し控えるっていう状態なので、いわゆる PR、お知らせをしたり、自治体からの中身が来たりとかっていうのが今止められている状態なので、実際には止まってはいない。受ける個人がいらないよってことできますよね。できますね。それでいいじゃないですか。今はそれで予防接種法で守られているので、それが今次の話題においては個人も拒否できないという意味になっちゃうんですか。そうですね、政府が例えば打ちたい人だけ打ったらいいという形でやるということは一つの任意規格に当たるので、それを認めるということ自体が言ってみれば TPP 協定の8章7条に反するものとして愛政条項で訴えられますね。個人も訴えられますか。いや、政府だって。それは構わないけど、個人は拒否できますね。法律がもう変わってしまうってことになるので、アメリカの、アメリカ同等にやっぱ義務接種っていう流れになってくる。それは合ってますか。義務接種になりますか。おそらく義務接種になるでしょうね。了解。私神奈川なんですけれども、神奈川やはり先ほどね、黒岩初の株式会社の病院が建築されるということで先ほどおっしゃってましたけれども、そういう医療の最先端、つまりこうアメリカ寄りっていう部分がちょっと知事がとても推進しているところでありまして、ぜひワクチンも義務化っていうことを今進めている、研究会みたいなものが作られていて、そこにはやはり推進派の先生であったり、やはりそれこそミルクの顧問の方とかが出入りして、そこで討論されているんですけれども、やはりちょっと神奈川から止めていこうっていうことで、止めるぞっていうふうに反対運動するっていうことも、これもやはり訴えられるっていう可能性はありますよね。そうですね。プロリアさんは推奨してるか。はい、もちろん推奨です。大好きです。確かに神奈川県で初めて株式会社の病院を認めてね。その研究会でお話しされている内容というのは議事録を全て開示されているので皆さんご覧になれるんですけれども、神奈川って、ベイスターズとかね、お野球の試合があるじゃないですか。そこの会場に献血の車みたいな形のものを設置して、そこでもうインフルエンザワクチンを無償で提供するとかっていうお話をしていたり、サラリーマンの方ってなかなか会社休んで病院に行けないっていうことで、こうスイカあるじゃないですか、スイカタッチした瞬間にブスッてワクチン打てるとか、そういうことを真剣に話し合いをされてるんですよ、黒岩知事を交えて。もう推進です。あれですか、スイカですか。通勤の時にできますみたいな。インフルエンザの、インフルエンザの診察。製薬会社っていうのが TPP 協定を一番金かけてるんです。アメリカのファイザーがアイルランド の, 製薬会社を買収して、一回記事載ってましたよね、新聞に。で、本社をファイザーが例えばアイルランドに置いた場合に、それで節約できる税金、脱税できる税金って日本円で計算してみたら9兆8億でした。桁が違うんですね。アメリカは製薬会社の政治献金だけで1年間5000億です。これね。だから TPP 協定のメディアとかいろんなものを、日本のメディアに対しても、アメリカの製薬会社関係のロビーストがどれだけ日本で広告にお金を使い、あらゆるところにメディアとか政治家とかいろんなところに一番パンパン金使ったような製薬関係なんです。医療関係、医療保険、製薬保険って日本が一番世界で薬なんですから、大変な市場なんです。これが一番の
公開整備提供のアメリカの狙いですよね。はい、あの具体的にさっき郷長の事例、郷長の事例300万円の支払いについて、保険をかけて、具体的に、ね、今日現在皆さんが保険をかけてその300万払っていらっしゃる、もしくは払えないから我慢できないけどどうされてるんですか。お金ない人具体的に知りたいんです。今日現在300万の事例、じゃあ私払えませんもんね、そこまで収入ない、じゃあ保険会社によってアメリカの人たちは年間いくら払ってそれに備えていらっしゃるのか、そんな具体的なことを知りたいんです。皆さん、あのマイケル・ムーアの執行っていう映画見たことある、はい、あれ見てもらえばね、ね、結構見たことあるんですよね。もう一回手挙げてね。はい、あの大事な映画です、ね、で、あのもう10年ぐらい前の映画だけど、あの中で一つの僕が気になったのは、学生が借金漬けになってて、これね、で一人やかに学生、まあ、あの600万とか700万とかアメリカで借金、奨学金で借金を負ってます。でそれまで私は奨学金っていうのは無利息のものだと思ってた。ところが今すごいんですね、奨学金。今日本の学生で平均して400万か300万してるのかな。しかも取り立てが厳しくて、いよいよ奨学金破産、自己破産というのが起きてましたね。あの執行の映画見た時はありえないと思ってました。教育もビジネスになったんです、TPP 協定。これはね、でアメリカは公立学校養成をこの4年間で閉鎖して、民間の株式会社に小学校中学校を任せました。で教職員30万人がクビになったんです。その時アメリカの教育はどうなってると思います。今お金持ってる人はみんな私立のその株式会社の学校に通わせするんです。で公立学校、安い残された公立学校は今荒れた教室で教育はできなくなったと先生が嘆いた。そういうふうに TPP になったら我々が受ける自治体からのサービス、例えば水道の水を受ける、教育、学校教育を受ける、いわゆるそういったサービスが約70兆円あると言われていますが、そのサービスが民営化、いわゆる弱肉強食の市場競争の現状の中に入れられてしまうことになります。病院の株式会社化にされるっていうことのやっぱ何が問題かっていうのってピンと来ません。やっぱり株式会社ってなってると、あのどこを見るかですよね。その会社とかも病院が今のいわゆる今普通の病院というのは患者の立場になってっていう医療を、まあ、仮にあの提供してくださっている病院がほとんどだと思うんですけれども、もっとその株式会社になると、その株主の利益をやっぱりあの一番重要視するので、サービスは、まあまあ、私たちに対するサービスっていうのはよりはあの株主の意見であったり、あのそこが尊重されるっていうところが一番怖いのかなっていうふうに私は思っています。ですから、だから民営化されるっていうこと、すべて公共のものっていうのがすべて民営化されるっていうのは同じような現象が起きるっていうふうに思うので、とてもちょっと危険ですよね。まあ、先にあの水道が今あの民営化っていうことを麻生さんが発言されてましたけれども、それはちょっと水をやっぱり一番命の源なので、水を支配されてしまうとは、やはり一番長いこと生活の中でということで、どうなんですか、民営化。
あの水道事業も民営化されます。株式会社も経営で、麻生総理は2013年にアメリカに行って日本の水道事業は全て民営化するとアメリカの業界に約束して帰ってきました。で、これが一冊があったんですけども、オーストラリアとアメリカの FTA の時にオーストラリアはその交渉において水道事業だけは人の健康と命に関わる問題だ、絶対民営化させないって頑張ったんです。ところが時間切れになってオーストラリア政府は反対したままで FTA 協定に署名したんです。そしたらアメリカの持ってきている水道水の会社から、あの当然オーストラリアの自治体の水道事業は公開入札しろと迫ったんです。でそれをしなかったら ISF 条項でオーストラリア政府に莫大な損害賠償を求めると言ったんです。ただオーストラリア政府はとうとうアメリカの水会社に公開入札で権利を渡してしまいました。日本もすでに愛媛県の松山市ではフランスの水会社に民間委託をしています。どんどん今松山市では水道料金が上がっているときがあります。おそらくこれから日本のあらゆる都市において水道事業は民営化されます。公共事業、道路とか橋も英語区分を入札し、そして公開入札していく。で、かなりそれについても厳しい規定が書かれているので、日本はこれまで例えば川崎市だとか川崎市でも A クラス、B クラス、C クラスという形で過去の実績をもとにしてランク付けを決めて入札しましたが、なんと過去の実績をもとにして入札資格を決めてはならないと、そういう協定まで TPP 協定の中には書かれている。だから私たちのこれから今まで自治体から国から受けていた医療介護、そして教育、水で、いろんなサービスというのが全部市場原理、弱肉強食の中にはめ込まれたときに、でそれは大きな企業は儲かるだろう。これはね、私たちはどうなるとなると、今のアメリカを見てもらえばよくわかります。アメリカの国民7割がレビューに反対するんです。で、ヒラリーもそしてトランプもレビューに反対です。なぜ反対すると思います？アメリカはね、一番アメリカ人が反対しているのは20年前に北米自由貿易協定を結んで、カナダとメキシコとアメリカと経済統合を図ったんです。この TPP の原型です。で、その時にアメリカのトウモロコシが、全土豪雨が800万トンメキシコに次の年入ったんです。アメリカはトウモロコシでも1エーカー28トン補助金つけてますから、小さなメキシコ豪雨一たまりもあります。350万トンは倒産して2000万人から3000万人のメキシコ人が何十年を渡ってアメリカに人と物と金の移動が自由になりますから入りました。で、その結果アメリカ人が500万人失業して、アメリカのデトロイトなどにあった工場が4000メキシコに出ていって、アメリカ人の給料が42年前の水準まで下がったんです。今なおメキシコから不法移民というか川を泳いで渡る不法移民が後を絶ちません。それで今トランプがメキシコとアメリカの間に壁を作る。これがアメリカ国民に受けて、トランプはどうやら本当に大統領になりそうな気配になってきた。だからアメリカ人はまさにこの TPP では雇用が失われる。ここでアジアとか TPP 結んだらベトナムからマレーシアから安い労働者がどんどん入って、
僕は大臣の時、ベトナムの農水大臣が、山田さん、日本で輸出されるものがあるって言ったら、それは何ですかって聞いたら、ベトナム農民でしたよ。ね、どっと日本にも入ってくるんです。その時、我々が修行するんですよ。で、なお、怖いことを一つ申し上げたいんですが、規制改革会議になりますね。規制改革会議。いわゆる竹中平蔵とか、あの宮内オリックスとか、いろんな人たちが、で、アメリカの、まあ、企業、日米平行協議って聞いたことあります？大体 ありますよね。で、TPP 協定の日米平行協議が2013年の3月に結ばれました。で、その内容を私のこの本の中に詳しく書いてますが、大変大事なことを書かれています。で、どのように書かれているかというと、米国のいわゆる会社ですね、あの米国資本の会社のその意見を日本の各省庁は受け入れる、各省庁ですよ、受け入れる、可能なものを規制改革会議に付託し、規制改革会議はその内容を審査して、そして政府に提言する、日本政府で、日本政府はその提言に従うと書いてこれで独立国と言えますか？これ読んでください。私は何度も読み直しました、本当かと。で、その協定を読んだ時に、もう3年前になりますけども、私はブログに書いたんです。日本は戦後ミズリー港の降伏以来の降伏でしょう、これはね。で、その中で今規制改革会議が取り上げている問題は雇用の問題なんです。いわゆる非正規雇用を私が雇うのと民主党自体がなくしてしまうという法案を出したりしてますが、政府安倍は逆に1億総活躍担いっていうのは1億全部非正規雇用にしてしまうということ。例えば今規制改革会議が提言しているのは、3ヶ月分の賃金を払ったら正社員でもいつでも解雇できる、はい、これは戦後の労働三法、労働基準法とか戦後の憲法の中の労働基本権に著しく反する、解雇権の乱用、積み重ねた判例もこれに著しく反するものなんですが、今回この TPP 協定はこの国会で承認させて労働三法の改正をします。それも11関連法案の中に含まれています。そうなるといよいよ正社員というか、正社員もいつ解雇されるとかわからないっていう状況、ともあれ TPP は弱肉強食の市場にみんなしてしまうという考えですから、まさにね。だからまず人の人件費を抑える、ロボット化を図る、で、単純労働者の外国人入れるとしにと決定しました。で、そうなると外国から安い労働者を入れる、そして正社員の首を切って非正規社員にしてしまう、これからこれを始めることになるんです。で、その先触れとして今回の国会で今まで守られてきた労働三法の改正がなされます。これは大変なことなんです。だから TPP は単なる農業と経済の問題じゃないんです。生活の全てを支配されてしまうってことになりますよね。その先生、非正規お一人質問が、ね、に戻ってしまうんですけれども、医療のところで
ですね、娘が成人した頃に父からマンモグラフィーで乳がんの検診を受けましょうっていう案内が来たんですね。で、それは、で話し合って受けなかったんですが、そしたら何年か後、2年後かな、また来たんですけど、あなたは前回受けてますよ、ぜひ受けてくださいって、督促のような、でもちろん強制ではないんですけれども、でそういうことをやっぱり税金を使って、結局その検診、そのマンモグラフィーのいろいろ意見がありますけれども、今はまだそういう選べる、個人の自由で選べる子宮頸がんがあるし、それがそういう形でなんとなくこう役所からこういうものがプレッシャーのように来て、それも結構封書で丁寧なあれで来るんですね。そういうワクチンとか、そういうこれからますますそういうふうに自由化して日本で使えって、圧力がかかったり、いろいろなものが公のものを通して来るんじゃないかなって、そういう不安を覚えたんです。そういうのもちょっと TPP で、その医薬品のあれがすごく敷居が下がるってことと関連してるのかなっていうのはちょっと注目してたんですけど、あとまたその子宮頸がんワクチンのキャンペーンが、例えばドリカムとかのああいうコンサート、大きなコンサートですごいハガキとかそのチラシみたいで配ってるんですよね。ですから、でそれをわざわざ好意を持って言ってくださった人が、おたご嬢さんいるんだからこういうの知ってますみたいに、私はもらってるわけじゃないんですよ。そういう広い、先ほど野球のところでなんか配られるって感じでちょっと思い出したんですけど、ですから皆様もなんかいろいろそういうイベントとかに行って配られてます。一応目を通して、家族で話し合うと本人の意思で選べるしないんですが、それが選べる選択意思がなくなるっていうことが一番私は聞いて、先ほどの教授の話を聞いても、自分の選択の自由がなくなるってことを一番恐れてますので、その入り口として、まして医療とかワクチンとか自分の安全に関わるものをなぜその受けましょうっていう、ご案内だけないんですけど、本当に受けてないのでまたご案内ですっていう2度目が来るっていうのをちょっと憤りを覚えたんですね。で、一応それは問い合わせもしたけど、一応ご案内ですみたいな感じで、あとそれちょっともう一点、最近郵便局に行くとアフラック のぬいぐるみがカウンターに置いてあって、あれがものすごい違和感がありまして、で先ほど金融機関も選ぶのもなんか認定したところだけだってことは、もうすでにあれはアフラックは国から認定されたっていうふうに、もう先駆けてそういうなんかじわじわとそういう準規制技術をどんどん作られて、もう私たちそれが普通なんだっていうふうに思わされることが一番怖いですので、いろんなところで不自然だなと思ったら、それをちょっと郵便局の人に、窓口の人に聞くのもどうかなと思う、どうしようかっていつも思います。アヒルを見るたびに、なんで郵便局の窓口にこれがあるんだろうっていう疑問を持ってますので、そういう情報交換なんかもしれないので、なんであれあるのかななんていうところから情報を発信していくのもいいのかなってちょっと思いました。で、そのアフラックの件については、なぜあれがあそこに急に突然出てきたのかっていうのは、やはり郵政民営化と関係あるので、ちょっとアフラック優秀な話だけ少しさせていただきますけれども、郵政民営化20年前にちょうどニュージーランドが、小泉当時純一郎がニュージーランドを並べていらない、ニュージーランドは郵政民営化して成功したじゃないかと言いましたけど、ニュージーランドはすぐ国営にまた切り替えたんです。それはね、でアメリカの郵便ポストが国営なんです。日本だけやってしまったんですが、一番大変なのは日本の郵便貯金、我々これまだ330兆円くらいある。で、他にも我々共済とかいろんなところに我々国民が預金として持ってるもの、これは1500兆円くらい。で、これはアメリカに次いで日本が一番預金を持っています。これはね、これがアメリカのいわゆる一番の狙いじゃないかと思います。で、我々の時は郵政民営化政権交代して凍結したんです。郵便事業を株式会社にしてしまうのを阻止したんです。僕は安倍さんなんで去年から郵政の株を売りました。株式会社に、その結果、
例えば青学が全部買ったとしたら外資330兆円、我々の預金はどうなりますか。アフラックの運用をする場に、アフラックがどんな危険な投資したって紙切れになってもしょうがありません。これから金融の自由化が TPP で始まるんです。第一章を設けて金融サービスの章とは書かれてあります。それを読んでも怖くなっています。郵便事業のアフラック化ってのは、まあ、その序章に過ぎないんじゃない。そうですね。だから本当に怖い話なんです。で、まあ、みんな TPP 知らない人が多いんですが、皆さんにこのリーフレット、先ほど何人か持ってましたね。今日お配りしてます。ああ、そうですか、皆さん。はい。これ一部ご縁で分析チームで作ったんですが、これだけで50万部出ました。これね、で分かりやすいと思いますんで、ぜひ皆さんに、でこれ見たことある人いませんか。こうあります。何人かいらっしゃるか。はい、見たことある人手を挙げていただきます。そのうちこれ持ってる人。いや、ありがとうございます。これ8月20日に発行したんです。1冊100円です。わかりやすく TPP Q&A で書いてます。これがですね、今6万4000部印刷しました。これね、でこれをお母さん方が10冊とか20冊とか買っていただいて、でみんなに配ったり学習会で使ったりしてもらったりします。これね、でまあ私の宣伝では申し訳ないんですが、プロリンのこのアメリカも批准できない TPP 協定の内容はこうだなっていうのは、これがですね8月に出版したんですが、今9月の中旬です。まあ3週目に入りました。で結構読んでいただいてます。で、まあ、こうして国民に関心を持って、でいよいよ今度の国会で日本だけがアメリカは批准できないんですよ、ね、昨日の NHK 見てたら安倍さんが左右に会いに行った時、TPP は雇用が失われるし格差社会を生むから反対です、はっきり言ってましたね。でこれ日本はどんなことがあっても大統領選挙の前、いわゆる11月の8日までに通してしまう。先生、まずね、その批准ってあるじゃないですか。私たち多分この批准っていう言葉すらわからない。ちょっと何人かの方にインタビューして、これ何て呼ぶのって聞いた時に、やっぱりっていう、こう一般的にやっぱり使われる用語ではないので、まずその批准って何かなっていうところからなんですよね。実際ちょっとウィッキーによると、この条約に対する国家の最終的な確認、確定的な同意ということで、つまり国会の承認を得るっていうことが批准という内容になります。で実際じゃあ TPP、まあ、もうあまり時間もないんですけれども、実際どうやったら止められるかっていうところの部分をお話ししたいなっていうふうに、まあ、山田先生にお伺いしたいんですけれども、実際この先ほどのこのリーフレットですね、こちら私ちょっとフードしちゃったんですけれども、ここに載ってるように、このGDP って分かりますよね、国民総生産の、上位6カ国がこの批准 TPP を批准するということで、これが発行するっていう、 TPP が発行するっていうタイミングになります。で実際に調印ってもうされてるじゃないですか。調印っていうのはもうサインをされてます。でそれが、記載されたのが今年の2月の4日でしたっけ。
4日に、まあ、承認されてます、すでに。で、承認したってことは、これはまだ発行はされてないですけれども、もうサインをしたってことは、契約ですよね、それ。で、それが ISD 条項に当たらないのかっていう、すごく私が疑問に思った部分なんですけれども。そうですね、今、小山さんがおっしゃったように、GDP の 85% の国、この12カ国のうち、6カ国以上の国が、今年の2月4日に調印しました、この協定。それが2年以内に、その6カ国と、アメリカか日本が従事できなければ、この協定が流れることになっています。で、アメリカはおそらく批准できないだろう。日本だけは批准してどうなるのか。怖いのは関連法案を通して早く日本をアメリカのような制度にさせてしまうってことなんで、日本の今度の批准、各国もまだ見合わせてる中、何としても止めなきゃいけないと思います。どうしたら止めることができるでしょうか。本当にこの秋の臨時国会ですね、はい。例えばこの前の、参議院で、まあ、東北の、選挙区では、まあ、EBP が大きな争点になって、まあ、非自民候補が勝利していったというふうに聞いているわけですけれども、具体的にその人たちに、まあ、TPP のことが浸透していったっていうのは農業のことだと思うんですけれど、じゃあどういうルートであれだけ大勢の方が TPP に反対するに至ったのかっていう、まあ、農業のことだけではないとは思うんですけど、やっぱり農業関連の方からのルートで TPP の危険性が大きく訴えられたんだと思うんですけど、それが具体的にどういう話だったのかっていうのにちょっと興味があるんですけど、お分かりになる範囲で教えていただければと思います。確かに東北甲信越は11人の1人区で勝ちましたよね。みんな TPP が争点で、で、象徴的だったのは山形の船山君、2、3日は私のことが来ました。彼女も頑張りましたよね。で、あれ、彼女はどんな質問があっても、こんなの TPP は何を訴えますか、何が争点ですか、 TPP って戦って圧勝しました。これね、だから国民に TPP の本当のことを訴えれば国民は動くんです。アメリカ国民の他の国民も動いてるじゃないですか。だから我々が絶対メディアはそういうことを報道しませんから、僕はメディアに自分もお金が入ってると思ってますから、ね、だから何としても我々がネットとかいろんな形でどんどんその TPP はこんなに怖いんだということを知らせていって、で、この前の安保法案の時のように若いママさんたちと若い人たち、この前シルズの奥田君と3時間ぐらい一緒にちょっと飲みましたけど、彼も TPP に非常に関心あって反対してくれています。で、余計も TPP に反対してくれています。で、若い人たちと今日集まったこんな若いママさんたちと、で、いよいよ今度国会が始まります。国会が始まったら水曜行動っていうのは前回の国会もやったんですが、国会で5時から6時国会議員との意見交換会をやって、6時から8時までこの国会議員会館の前で、あ、6時半から6時半からいわゆる TPP 抗議行動をやります。抗議集会で、これにぜひみんな来ていただければな。やっぱ子供連れてちょっとでも顔を覗いてもらうと雰囲気が違います。私たちみたいなおじさんたちばっかりいてわー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 言ってんじゃなくて、
だから若いママさんたちとか若い人たちが学生とか高校生もいいし、ね、そういった人たちで一つこの国会前でやると、それこそ国会議員も頑張って、で、あの、まあ自民党の中で少しはね、日本だけが先にこれやってしまうのはおかしいじゃないかして、この国会だけは拙速だから、この TPP 批准させないという運動いかがでしょうか。で、あの10月15日に1万人行動で芝公園で、あの11時半から使って電光審したいと思っています。これにもぜひ参加していただければありがたいなと思ってます。で、もう一つ、お前全国結婚集会でちょっと一つ決めたんですが、署名活動を始めました。で、僕は1週間ほど前日教組の職長にお会いしてテレビの話したら、早速署名活動を始めてくれてます。で、教育は危ない。で、これから全水道に行ってきます。水道事業も大変だ。で、多分署名活動を始めてくれると思います。で、そういうふうにして、あの、いろんな団体にいろんな個人に一つずつ、あの、署名してもらったり、で、こうしてできたり、ネットでみんなで訴えたり、そうしていくことによって、だいぶ違うんじゃないかな。内容が知らないので、反対しようがないって方がやっぱり多いのが現状だと思うんですよ。でも、もう内容、皆さんも今日はね、把握されてるらっしゃると思うんですけれど、これ知ったら、これ何が何でも止めなきゃっていうふうに思うじゃないですか。だからやっぱり、まあ、口コミの、ママの口コミって実はすごいんですよね。あの、まあ、SNS もありますし、ぜひ、あの、一人、まあ、1日3人でも伝えていただければ、どん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 広がっていくので、もう、あの、こういうね、小冊子、あの、まあ、まとめて買っていただいて、で、これ、本当に分かりやすいので、こちらもありますけれども、これ、まとめて買っていただいて、これも非常に分かりやすい。で、もうどん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 広めていって、ここもう実際なんだろう、自分たちの生活がこう変わるんだよって具体的な話していただくと、よりもう実感しやすいと思うので、もう本当そこからもう消費者から、もう主婦から変えていこうっていうことを私はやりたいなと思って、はい、はい、ありがとうございました。あの、ちょっとお時間もそろそろ過ぎていますので、あの、ここで一旦締めさせていただきたいと思います。他に、あの、また質問したりない方は、あの、こちらの方に紙用意しておりますので、あの、おっしゃっていただければ紙に書いていただいて、また後ほどお答えするという形にしたいと思います。で、あと、あの、こちらは、ネットでダウンロードもできますので、もしご興味ありましたら、ここは買うと100円なんですけど、ダウンロードはできますので、あの、もうちょっと詳しくお知りになりたい方はぜひダウンロードしてください。あと、こちらもすごく分かりやすくて、あの、お友達なんかにお話しするにはすごく簡単にまとめてあるんですけれども、こちらは、今324円ですね。324円でネット販売されていますので、もしご興味ありましたらお願いいたします。あと、あの、先ほど多分皆さん署名はしていただいたと思うんですけれども、2種類署名お願いしている分、まだもし書いてらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、あの、受付のところにありますのでお願いいたします。では、あの、今日本当にお忙しい中どうもありがとうございました。あの、山本先生と山田さんのぜひ拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。最後に私、10月3日からアメリカに行ってきます。バニーサンダースに何が何でも会って、日本に挑戦してこようと思っています。お許しください。日本に連れて帰ってきてください。はい、ありがとうございました。
あとあの水野さん多分ご存知です。ありがとうございます。TPP っても仮に聞いているとストーリーが出来上がっているようにすごく思ってしまって、今の日本ではマイナンバーが、マイナンバーに関しては TPP と何かこう関係性みたいなのが生まれてくるんですかね。日本で そのマイナンバーを、まあ、まだ唯一は2%は聞いてますけれども、これからそれがどういう形でつながってくるかとかいうのはありますか。直接マイナンバーについてっていうことではないんですが、 TPP 協定の中では我々の個人情報、これが管理されることになります。で、知的財産権の承認どのように兼ねているかというと、政府が、日本政府がいわゆるソフトウェアのシステム、日本認める方法によらなければ、各締約国が法律を作って、そしてその認める方法によらないネットの利用というのは罰することができる、そういう法律を作りなさいという規定があります。でこれは本当に恐ろしいことなんですが、例えばアメリカでは今実際に何だっけ、アルジーラっていうテレビありますよね。あれ世界のどこでも見れるんだけど、アメリカだけは見れない。で管理されてる。日本でもこの前陽平君のネットの選挙区、ネットがかなりブロックされたっていって、いろいろ聞きました。やっぱりこのインターネットの自由っていうのは、政府が法律を作って、いくらでも規制できるように、この協定にはなっています。だから、これから先、怖いことになると思います。それから、知的財産権の省で、今回、国会で提案される法律で、労働者保護のほかにもう一つ大変怖いのが、いわばこの申告罪が非申告罪になるという佐々木法違反がね、例えば私の場合にこうよくネットでいろんな新聞を見ます。例えば東京新聞とか日経新聞とかこうして拡散します。ところが今までは、いつの意見もシェアして拡散して勝手にやったりするんですけど、今までは告訴されることがない、多分名刺文書が私を告訴することはない、だから逮捕されることはなかったんです。ところが今回はね、TPP 協定書を読んでると怖いんです。いわゆる新聞社が、例えばその友達の意見をシェアしたんですけど、その人もいや承諾してないということは分かりますか、ね、了解とって警察が勝手に逮捕できるんです。これはね、だから普通反政府的な言論を吐いている言論人とかイダノリスとか TPP 反対だとか安保法案反対だとかペロコ反対だと言ってる人たちは政府にとっては危険な言論です。でそういう人たちとは必ず誰でも著作権法に違反しています。例えば我々 TPP 違憲訴訟の弁護団で知的財産権の証拠をコピーしてみんなに配って議論しました。その時みんなが言ったのは、一時的な電子的記録、これも著作権法違反になるねと。そうなると我々は毎日著作権法違反を起こしているから、警察が逮捕しようとするとすぐに逮捕できるね。怖い話なんです。しかも申告罪が非申告罪になって、刑罰のことも細かく TPP 協定書かれてあって、どう書かれているかというと、拘禁刑と罰金を併加すると、懲役とか禁錮と罰金と一緒にかけられると。そして、取
それだけじゃないですね。罰金については高額な罰金、二度とさせないような高額な罰金にしかなきゃならない。だから著作権法違反の裁判で日本としては謝礼は私も弁護士やってきましたから、せいぜいまあ20万から100万ぐらいの間です。ところが今回テレビ拠点には民事の損害賠償額も法定賠償にしろと書いてまして、日本の場合には実際の損害を立証しなければ賠償を認められるんです、日本の裁判で。今ところが先に賠償額を決めるんです。でどういうふうになるかというと、大体今まで20万とか100万だったのが2000万から1億円、莫大な金額。そうなると怖くて勝手なことを喋れなくなる。表現の自由を抹殺しようというのがテレビ協定の中身や。だから一つ詳しく政府の仮役だけでも読んでいただければ本当に分かりにくいんですが、何度も読んでるうちに分かってきます。そういう内容で今回その法律が有業申告罪が非申告罪になるというのは、今度の国会で TPP 協定の承認と同時に関連法案として労働三法と同時に審議される。だからこれ何としても遅くしましょう。これね本当に怖い話だ。どこまで行けば止められますか？徹底して2万人が集まれば止められますかという意味で、具体的にはどうでしょうか？まず何としても万人単位で国会を取り巻いて、そしてみんなでわわ騒ぐ騒ぎはアメリカだって非常にできないんです。国民がこの国会で批准させないって動けば何とか止められるかな。何とか止めなきゃこれはね失踪損大変だ。トーマス加藤からメール出して、日本はまさに幕末以来の独立の危機じゃないか、それなのになんで日本の若い人たちは騒がないんだ。いいですか。私もTPP 批准させたいってご委員会出ていただいてて、いろんな、ね、集まりに行くんですけど、アンプフォアの時はすごい何万人とか集まるんですけど、 TPP 本当にこじんまりとしててすごい関心がとっても薄いんですよ。なんか寂しいね。そうですね、なんかシールズも全然来てくれないし、なんか裏があるのかなって思っちゃうような感じで、いつも。なんかあるんですか裏？いや、わからないですけど、思っちゃうよね。もうそう思ってしまうぐらい、本当にこんな大変なことなのに、すごい関心が薄くって、まあ、さっき小山田さんもおっしゃってましたけど、よく知らないから反対できないっていう方もね、多分農業 の自由貿易だけの問題だっていう風な認識が、やっぱり報道ってそれぐらいしかされないじゃないですか。とりあえず米は守られたみたいな、そんなもう本当に情報が末端しかないので、なので実際のところピンとこないっていうのがもう現状じゃないのかなっていうふうに思うんですけれども、アンポ闘争も最初の時は30人ぐらいでしたからね。だからこんなの今回が山場です、ね、そしてなんとかバリーサンダース日本にやりたいなでまだ希望を持って僕は止められると思ってます。そうですね、今日最後にその辺の確認ができてすごく良かったと思うんですけれども、これちょっとやばいなと思ってる人結構いると思うんですけども、非常にやばいと。だからそれに合わせて憲法も基本的人権も全部放棄するようなものに変えとかないと困るんだっていうことから全部つながってるっていうことが分かって、なおかつ知ってる人でももうサインしちゃったから無理なんじゃないのってどっかで思ってるんですよね。でも今回の国会で日本が批准しない限り世界中でこれは効力を発しないんだ、私たちが止めれるし私たちが止めれないと世界中は危ない、でそうなったら自分の子供も絶対もう守りようがないっていうことを
お母さんが今日山田先生とか親御さんたちの口を通じて教えていただいたことで、もう一度自分とこの旦那に、旦那はどうせ無理だよとかね、会社の論理で考えちゃうので、なかなか腰が動かないんですけど、それをしながら お母さんたちがずっとそれをね、パッと流していくっていうのはすごく大事だと思います。今日だから、とにかくもっぺん騒げばなんとかなるのねっていうことは分かったことに心から感謝いたします。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。すいません、最後にちょっとだけ、はい、私の知り合いが北海道で TPP 反対で、もう議員に片っ端からファックスしようって言ってる方がいるんですけども、議員さんにファックスって、私もアコホの時もやったんですけど、どれぐらい言うことなんですか。皆さんが騒ぐほどデメにしたいんですけど、なかなかこう効果が見えないとなかなか動けなくて、 TPP も本当にそういう風にみんながみんなこう反対するようになっていかなきゃいけないんだなと思うんですけど、そこがなかなか難しいですけど。そうだね、ファックスとか葉書き書いたりいろいろしてもらうとやっぱり違いますよね。私も国会議員20年やってます。やっぱりこう、まあ、みんなが騒ぐ、みんなが騒ぐと、これは大変なことで、国会議員として責任あるな。だから、国会議員として、これ頑張らなきゃという感じになるように、みんなで今回の国会議員を作ります。そうすると、自民党も、今回8月下旬に始めるとしたのが、9月下旬まで伸びたというのは、アメリカの状況を少し似てる雰囲気があるんです。だから、全く強行採決すると言いますけど、10月の実際には、最初の予算案審議やりますから、補正予算。だ実際の審議入るのは10日の週からだろうと思うんですけど、そう簡単じゃないと思うんですよ。これはね。だから、潰せるのも助かるんですよ。質問ですが、議員さん方は今のこの困りごと個人として知らないのですか、知ってんですか。まあ全部知ってるわけじゃないよね。知らないの。そうですか。回ってみて思いましたけど、議員会館で議員やってる人も知らない人の方が多いです。本質的なところは、こんなに知らない人がみんなで見てるびっくりじゃない。今日伸び活動が有効かなと思ったね。議員さん知らない。自民党の方で会見相談ほとんど知らない方たくさんいますけど、ね、じゃあこれ知らせとかいいっすね。ロビー活動したら下のがみんなで、ね、庶民集めるんじゃなくて、それが第一歩じゃないですかね。あ、みんな今の質問にお答えいただける方が戻ってきていただきます。すみません、待ってましたよ。ごめんなさい、中断してください。今日は重要問題、ごめんなさい。はい、これは民進党にも共産党にも、まあ、野党の中でも一緒に TPP 問題だってやっているので、もちろん他にもね、集会に一緒に来て頑張ってる議員がいるので、関心がある議員はもちろんいるし、もっとね、私なんかにも勉強してる議員はいると思うんですが、これが全体に広がってるっていう感じをどう作るかっていうところで、まあ、頑張っていきたいと思います。私は TPP 意見訴訟の原告なんですね。で、だから、まあ、例えばこの本読んだ、あ、なるほど、分かるっていうふうにこう思うんですが、まだまだもう少し、というか TPP 問題ってどんどん進化してるじゃないですか。遺伝子組み換え食品は、はじめ表示は維持できるみたいなのが政府の答弁だったんですよ。だからその意味ではどんどん進んでいって、まあ、今日の話でも私もこの本の中で国産品っていうのをかけないっていうことは産地表示ができないから表示の問題が全く変わっちゃうようなことはまだこれから議論ですね。ですから言いたいことは、こんな状況で来週月曜日から始まる臨時国会で承認はないっていうことの世論を一緒に
やっていきたいというふうに思っています。それから正直国会の議論は割とあの農業が潰されるっていうところにちょっと寄ってるっていうか、まあ、もちろんじゃ正しいんですが、だから今日みたいな食べ物の安全遺伝子組み換えっていう議論ができてとても良かったです。じゃさっきもジェネリックの話もありましたし、ね、というふうに思っています。じゃ広げるべく頑張ります。ありがとうございます。あ、平井と申します。皆さんにお願いがございまして、ちょっと TPP に直接の話題じゃなくて恐縮なんですが、オリンピックもあるということもあってベジタリアンレストランの特典ですとかベジ対応してくれるお店を増やすべきだと思ってあって、というのも私もわざわざインターネットで調べた駅に行かないと食べられるお店がなくてですね、でインド人は 40% 以上、台湾で 15% 以上、世界で 7% ぐらいがベジタリアンじゃないかっていう統計もあるんですが、日本だとなかなか人権がないんじゃないかというふうに感じていらっしゃると思います。で福島さんが取り組まれている環境、人権、女性、平和ですけども、日本と違って海外の人ほとんどこういう目的でベジタリアンになっているところもあるので、これまで以上にお力添えいただきたいと思います。10月15日の一斉行動っていうのも一つポイントになると思うんですけれども、今月中の9月28日とか29日に私も一緒にやってて集客関わっている、数十人から800人ぐらい規模の講演会とかありますので、そこで今日案内していただいたチラシとか小冊子を配るようにすれば非常にそうですね、それも2つの少ししっかりしたものも何冊かお預かりしてそこで売ってその残りをどうしたらいいのかとか教えていただければ、そういう機会を生かしたいと思います。私はワールドフォーラムという毎月1回の講演会を今年で36年やってる団体の、代表させていただいてるんですけれども、3年前から TPP のことで銀海岸ずっとポスティングしたんですけど、こんなにも知らない人が決めてるっていうの本当にびっくりしました。で知ってる人でもすごいやばいけどもうサインしちゃったからしょうがないんじゃないのっていうふうに思っちゃってる人が、日本人はよくマジかは諦めないしいいのでここで頑張らないとなっちゃうけども、そうなったら本当に大変だっていうことをもう一度今日共有できて本当にありがたかったと思います。よろしくお願いします。ネットでこれ買えますか？で、なんだったら私の住所に連絡してもらえたら、はい、数千人規模の一斉告知配信とかやってますので、これ載せていきます、はい、いいですか？質問また、ちょっと質問じゃないですけど大丈夫ですか？ちょっと私の方でも私ちょっと平塚から来ているものなんですが、湘南エリアの方でお母さん方に、定期的にいろんな食品の危険だとかあとワクチンに関して小山田智美さんをお呼びしてお招きしてちょっとお話しみたいな感じにしているので、それが10月の6日に、茅ヶ崎の浜ミーナというところで、ちょっと小規模なんですけれどもやります。その時でもやっぱりちょっとこの TPP をちょっとかじらないとまずいなって言われたので、もちろんお話ししていただけると思うんですけれども、でそういう活動をやっぱ定期的に続けていくっていうのをちょっと負けでやらなくてはいけないんですが、私の方で Facebook で湘南キッズっていうのを湘南ファンなんですけどキッズ部が開かれて、ちょっともし情報をシェアしていただける方がいたら、ちょっと今日チラシを印刷しようしてこようと思ったんですけど間に合わなかったので、情報のシェアをちょっとご協力いただければと思うのでよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ湘南キッズで検索してみてください。お願いします。そちらのどちらもそちら、はい、ありがとうございました。聞きしたいのがいろいろ伺っていると日本の企業にとっても最終的には利益を上げられないというような
こう話にもなってくることかなと思ったんですね。でそこが市民運動もちろん賛成なんですけれども、企業に訴えるというような活動というのはされてないでしょうか。もしくは日本の企業にとってはむしろグローバル企業の一環として得だと考えているのか、あるいは多分知らないのかというあたりを伺いたいんですけど。私はこの TPP は国と国との対立ではなくって、まあ、ちょっとステレオタイプ、ざっくり言うと 1% の富裕層グローバル企業 VS99% と思ってるんです。どう考えても地場産業や中小企業にとっては何のメリットもないし、英語を教えよって言われても困っちゃうわけじゃないですか。しかし日本のもう多国籍企業、日本企業というより多国籍企業になっている企業って山のようにある、山っていうか一部ありますよね。そういうところは得なので、そこがやっぱり推進をしている、例えばアジアに対してとかビジネスチャンスが生まれるとか思ってるかもしれないし、アメリカに対してもビジネスチャンスがあると思ってるかもしれないので、でもほとんどの人にとって 99% にとって迫害あって一理なしという声を持ってやっぱり大きく上げていく必要があると思います。ありがとうございます。結局経団連に顧問の方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、そこに属している会社っていうのがTPP もがっつり賛成というかもう推進されているので、まあ、それ以外の企業は基本的には反対に回るような動きを、そう運動を していければどうかなと思うんですけど、ちょっと時間が、ね、ないんですけど、アメリカの場合に中小企業っていうのはナフタを結んで20年間でほとんど倒産しましたね。だから日本もこの TPP 協定を結んで10年の間に今ある日本の経済に備えている 80% の中小ね、日本は企業の 80% は中小企業ですけどね、これの活力が失われたら日本経済も大変なことになると思いますけど、確かに大変なことになります。まあ今日はこのメンバーだと大丈夫だと思うので話しますが、実はちょっとご縁があって、私は先々月ぐらいだったんですけども、経団連のワシントン事務所の所長とか、その辺の関連の推進してる企業さんたちですねが集まって、そういう、まあ、関連する企業さんの人たちとか、まあ、共同通信とかそういうマスコミ関係の人が集まる100人ぐらいの、ミーティングでさせてもらったんですけども、面白いなと思ったのは、明らかに経団連の米倉会長の秘書してたような人なんですけど、そういうところのワシントン所長にも迷いがあるんだなと。いや実は僕も実家が農家なんで、帰ったら実家が家に帰ったらね、日本に帰ってきて実家に帰ったら家が農家なんで、お前が仕事でやってるせいで農家がバタバタ潰れてるじゃないかって言って親に言われたりするんです。自慢の息子だったのが、ひょっとしたら俺んちの息子がとんでもねえ売国奴なんじゃないかっていう、そこら辺のところでも揺らぎが入ってるっていうのを感じましたので、ご縁があれば相手構わず、これ本当に弱いですよね、それあなたら心身損々売国奴の訴追を受けますけど大丈夫ですかっていうぐらいのこう相手を見てですけどね、言ってもいいんじゃないかなっていうことを思って、言った方がいいかなって言える人に言ってます。こんな感じです。それと国会の中でちょっと言うと、一つはそのトランプさんも、クリントンさんもバーニー・サンダーさんも TPP に反対っていうと、じゃあ日本はね、そうなくてもいいんじゃないっていうのが、これ一つのポイント。で、二つ目は、私は少し希望を持って TPP 止められるとか思ってるのは、今回東北で一県を除いて全部一人区で自民党が負けたじゃないですか。これは欧州列藩同盟もあるかもしれないけれど、やっぱりこれ農民っていうか農業圏のなんかやっぱり心意気っていうか、まあ、保守っていういい意味で、安倍内閣に騙されないぞ
っていうので、北海道の民進党が2人当選したのもそうだと思うんですね。だから新潟、森さん、原発のことあるかもしれないけど、長野もそうなので、私はもう参議院選挙より前とちょっと違ったのは、意外とその農業圏だと、農業が大事だと、地元を守るんだって、私これ結構ね、東北人の心意気が、他が心意気がないっていうわけではなく、でも東北人の心意気が割と出たんじゃないか、農業圏。つまり農協が自主投票だったわけなんですよね。だから農協が自主投票になったら、あ、こうなるんだっていうか、だからちょっと今日みんなで頑張る元気を少し出そうということで言えば、参議院選挙より前よりも私は状況が良くなったから、とりわけ新しくまた国会に戻ってこられた人や来た人たちに、その人たちは地元の TPP 反対の声に押されて当選してるはずなので、頑張ろうよっていうことを、もっともっとやりましょうっていうことをやっぱり言うと、自民党や自民党支持のつながりなんですよね。保守の人たちもやっぱり地元に支持されないと次衆議院選挙負けるわけじゃないですか。だからちょっとちょっと自民党や公明党の人には、とりわけ自民党の人にはやっぱり農業を潰してね、地域壊して、先生、次大丈夫ですかとか言うと、いいかなとか、言い方にもよってあまり下品になると良くないかもしれないけれど、私は、今の言い方すごくいいですね。いやいや、だから実は地元の人たちは TPP なんか信用してないんですよ。そういう明るい兆しがあるので、当選した人には頑張ろうといい、これから衆議院選挙が来年冒頭あるか来年末あるかとかいう時に、 TPP 反対して実はみんな結構地方から出てきてる人、もちろん都会の地の人もいるけれど、だからそこに向かってやっぱ地域守りましょうよ、地域の地場産業守りましょうよと言っていくのはとても効果的なんじゃないか。先生、みんなが支持できるようにしてくださいよって、少なくともね、ちょっと変な言い方、TPP 臨時国会に成立させないってすると、なんか先延ばしになるじゃないですか。と、未来はまたいろんなことが起こりうるから、とにかく今国会成立させないっていうことに力を合わせてい、くのがいいんじゃないかと。だから先生、やっぱり農業、何々県の農業守りましょうよとかね、なんかまあそれはあるんじゃないかと思います。東北でみんなほとんど勝ったのは心強いですよね。ごめんなさい、来週月曜日から始まって11月の末までなんですが、補正予算の審議とかあるので、補正予算の審議は割と早く終わるんですよ。代表質問があって予算委員会が衆参あってなんですが、なんですよ。だからあんまり時間ないんですよ、実は9月26日から始めて、で11月末までで2ヶ月をはるかに切っちゃうじゃないですか。で衆参通るとは思えない。このノリ弁やめてから出直せっていうのも一つ言い方としてはあるかもしれないですけど、でせめて12月の第1週で終わる可能性、延期する可能性はある。でも12月15日に安倍総理がプーチンを山口に、いやプーチン3号店、プーチン大統領呼んでるから、だからそこでなんかお土産があると解散するかもしれないとかいうのもちらっと言われてるんです。でも少なくとも12月15日より後にはもう国会ないと思うんですよ、多分。いや、わからないですけど、だから期間が短いんです。だから TPP のことで言えば、今国会とにかく承認させない、するとまだまだ状況が変わってくるじゃないですか、私たちに時間ができるのでと思っています。共謀罪もちょっと難しいかな、いや通常国会に出てくる可能性があるから本気でぶっ潰さないといけないけれど、ちょっと臨時国会無理かなみたいにこうなり始めてるじゃないですか。 TPP も無理でしょうっていうのはどうでしょうか。ちょっとなんかね、中出してて弁当をむしゃむしゃ食べながらごめんなさい。ね、こう今まとめていただきました。はい、ご質問。はい、じゃあ機械をいける、どうぞ。いいですか。今の美穂さんのお話の続きで、国会で例えばその TPP はその成立するにはアメリカと日本が加入しないと成立しないっていう話は聞いたんですけれども、で先ほどのお話だとアメリカの、大統領選挙の
その当事者たちはもう反対っていうなったり、あと議会の方も反対ということで、一期、まあ、今年中は多分その承認しないんじゃないかって、そのっていう話になっている中で、日本がもうちょっと先走って、じゃあこう数もあるし与党、ね、なので例えばそれを承認というふうにもう無理くりやっちゃったとして、でこの TPP は成立するものなんでしょうか。あの日本で仮に承認したとしても2年以内、あと1年、18年の2018年の3月の2月の3日までの間にアメリカが批准できなければ流れます。これね、だから仮に批准あったとしてもこれはまだ発行してません。流れる可能性が十分あるんで、戦いはまだこれからなんです。でちょっと最後にちょっと私も今からもう一つあるんで、もういよいよ私も帰らなきゃいけないんですけども、あのロンリー・ワラックさんってアメリカで、あのパブリック室、ラルフ・レーダーが作ったパブリック室ですが、そこであの彼女が TPP 反対をずっと一緒にやって日本に仲良く伺いました。山田さんと魚をまな板の上に乗せれば時間が経てば臭くなって誰も食べなくなる、彼女が言ってる。だからまさにこれは今まな板の上に乗せられた。だからあと時間を稼げば臭くなってもう食べても誰も食べれません。だからこれからなんです、これはね。でぜひこう皆さん方何人でも集まって TPP の勉強したい、山田に来いと言ったら私いつでも出かけますから、どこでも、ね、何人に来ても、ね、どうか、そしてみんなで一緒に、ね、すっごい初歩的な質問で申し訳ないんですけど、僕今年田舎の方から上京してきて、日本にすごい違和感を感じて上京してきた若者の一人なんですけど、でなんか僕みたいに学生の時からその周りにすごい違和感を持ってる人っていっぱいいるんですけど、実際に行動するってなると何していいかわからないし、あのシールズなんかみたいに声を上げて行動できる人ってすっごい少なくて、でこういう僕も勉強会とかに来てもなんか TPP ってなんか悪いなっていうのは分かるんですけど、実際に人に説明するってなると何を説明していいか分からないし、でなんかおかしいよねみたいな話をそれで若者同士でしても共感だけで終わってしまって次に繋がらないっていうことがすごい多くて、で学校とかだったらその小学校とかで先生に言ったらなんとかなるみたいなことってあるのかもしれないですけど、地域の問題って誰に言ったらいいかわからないし、で国さんに言おうとしてもなんか手紙を送るってすごい僕らからしてもハードルが高いところがあったり、国に依存して病院に依存して親に依存してる若者も悪いと思うんですけど、実際にそういう6割とか8割くらいの人たちがその違和感を感じた時にどうしたらいいのかっていうところがなんかあったら教えてください。いや大変大事な話ですね。そういう若い方々が結構多いですよね。で私もよく考えてみると今小さな若い人たちと塾をやってますけど、よく言うのはよくわかんないけどまず動いてみようじゃん、自分で動いてみると人に話そうとするとどう説明できないか、じゃあもう一回読んでみようと。でも話そうとすると動こうと、友達に TPP のことを言おうと、でもこれやばいじゃん。そして、何人か共通の認識も強いな。
例えばたまにこのデモに行ってみようか、北海道に行ってみようか、で一緒に一緒に自分で大きなのをやらなきゃ、また気分が変わる。 でその中でじゃあ少しおいちょっと勉強会をこうして開いてみようか、でじゃあ福島先生とか私とかウェブデザインにしてもらう、という形でやっていくと、だんだん自分としてこの世の中に今自分が生きている、今自分がこうしてこの世の中でこれからのこれからのために自分の何か役割がある、そういう実感をしていく、それが私はいつも塾生に人生だとやろうじゃないというところ、頑張ってみよう、できるとやってみよう。一人だけだと何もこうできないとかっていう気持ちはすごく理解できるんですけれども、実際に世の中って変えられるのっていうのは私は消費者だと思ってるんですよね。例えば対企業に対して圧力をかけたいって言った時に、いろんな方法があると思うんですけれども、一番打撃が大きいっていうのは、買わないことだと思うんですよ。もう GM 遺伝子組み換えを使っている企業って、リスト、いろんなネットで検索していただくと分かると思うんです、お分かりになると思うんですけれども、そういう企業のものは買わないとかっていうのをもうたくさんたくさん広げることによって、実際に企業はやっぱ買うんですよ。消費者売れなくなっちゃったら困るので、もうそれの繰り返し繰り返しだと思うんですよ。だからもうやっぱり絶対数じゃないですけれども、知る人を増やすっていうところと、やっぱり実際には応援したい企業ももちろん応援するけれども、そういうところは買わないっていう徹底するっていうのを、一つ一つの積み重ねだっていうふうに私は思っていて、だからこそやっぱりお母さんたちの力っていうのをもう今集結しなければ変えられないかなっていうところが最終的な結論なんでしょうか。私自身は手紙書くのはちょっとハードル高いかもしれないけれど、短いメールとかだったら例えば可能とかあるじゃないですか。 TPP のことを考えてくださいとか、農業問題考えてくださいとか、メールを送るとか、そういうのでもいいと思うんです。でちょっとその手応えがあったり、あるいは政治ってなんかこうちっちゃな手応えとかそういうのがあると、またどんどんやるようになるので、ぜひ仲間を作ってぜひやってください。それからママたちにすごく期待するのは、みんなのそのインターネット上のすごい発信力、もちろん小規模の勉強会で直接こうね、なんていうか疑問点を話すなっていうのもすごく大事なんだけれど、やっぱりみんなもう、インターネット上の発信力って大きいから、いや TPP ってやっぱりこういう問題があるんじゃないのとか、そういうことをどんどん広げていくと、右とか左とか何等支持じゃなくても、食べ物の安全とか子どものことを持っている人たちには広がっていくので、ぜひインターネット上の発信力とか、一人では何もできないということはないので、ぜひ一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。皆さんたちの発信力と思いに期待してます。一緒にやりましょう。よろしくお願いします。そうですね、私も本当に普通の主婦で、先ほどの方の質問なんですけど、本当に何ていう、大したことできないんですけど、こういうお話し会も皆さん協力していただいて、水野さんも山田先生も小山田さんも本当に気軽に参加していただいて、皆さん来ていただいて、本当に案外こういうのってすぐクリアできるっていうか、私なんかこんな大変でしょこんなのやってって言って、そんな反対反対ってすごい負のオーラで大丈夫みたいなこと言われたんですけど、なんか別に何もしなくて、周りのお友達や皆さんが協力してくれて、今ただここでマイク持ってるっていうだけでやってまして、ちょっとメール3つぐらいするだけでこういう会って開けるものなので本当に皆さん気軽に、本当に全然私が特別なわけでは全くないので、こういう輪をもっと広げていってください。お願いします。
ちょっとすいません、あの途中で中座をして高田記者会見やってて、帰ってきてむしゃむしゃと食べながらまた食べて嵐のようにしていくみたいな、すいませんが、でもあの本当に国会実は敷居も低いので、またあの何なりと声をかけてください。また一緒にやりましょう。でも今国会はとにかく TPP 承認させないっていうことで頑張りましょう。よろしくお願いします。この辺で、はい、あの本当にちゃんと締めたいと思います。はい、あの今日はありがとうございました。はい、ました。じゃあまた。もし呼んでくれれば嬉しいや。